どうも、フィッシャーズシルクです。マサイです。ついに来ちゃった、あいつ。ネット記事で見て速攻買おうと思った商品でございます。はい。いや、びっくりしましたね、あの記事を見て。いや、すごいなと思った。あと、面白い。今回ですね、皆さんにご紹介するのは、あの、アップル社。アップル社と言ったら、iPhone、Apple Watch とか。そうだね、こうだね、こうだね。アップル社の、やっぱ設立に関わった関係者の一人で、ものすごい有名な方いるじゃん。そうですね、知らない人そんなイメージないってくらい有名なんじゃないかな。プレゼンとかがすごい上手くて、うん、その人がやっているプレゼンの方法とかの本とかも出てるぐらい。映画にもなってるね。そうだね、スティーブ・ジョブズさん。はいはい、まあ、知ってるよね。知ってる。今回の商品出します。いや、すごいぞこれ。なんかね、ロイヤルギフトって書いてあるんですよ。すっげえ重い箱なの。ただものじゃない感すごいでしょ。もう高級感溢れてるよね。僕の使ってる iPhone を紹介します。カバーはつけてるんですけどね、あの iPhone12 です。まあ ProMax にしました。はい、でかいんだけど、あんまり僕サイズとかはまあ慣れればいい派なので。ああそうなんですか。そんなにこだわってないんですよ。この iPhone 結構お高いじゃないですか。すごい綺麗だよね。戻ったんだよね、形状がね。フレームが結構カチッとしたんですよ。前までちょっと丸かったんだけど、青と、まあ、僕が黒いやつですね。はい、今現状出てるのプロマックスが一番上じゃないですか。そうだね、プロマックスだね。これより全然高いです。アホかよ、もうそんなのスマホだね。開けますか。オープン。待って、怖い怖い。来た来た来た。うわー、なになに、出た。箱に箱が入ってる。おしゃれか。まずこっちで楽しむか。そうだな、こっち側だな。これ、ライトついたんだけど。そんな箱あんの。噂のやつだ。噂のやつ。やばい。なんじゃこれ。ゴージャスだね。開けますよ。うわ、出てきた。すげー。こちらです。何よりここをご覧ください。リンゴマークの中に何かがあります。全体は光沢のある黒、そしてゴールドです。あぶね、怖っ。うーわ、すごっ。これ箱にライトついてんのよ。やばくない？絶対傷つけらんねえな、これ。うわー、安心できない電話だ。ほんとだよ。充電がね、ちょっと必要だから今つかないんですけど、こちら本物の iPhone です。マサイが持ってる方がさ、出っ張ってるけどさ、こっち出っ張ってないね。で、その代わりリンゴが出っ張ってんの。本当だ。こちら何なのか説明しましょう。お願いします。あのスティーブ・ジョブズ氏が着ていたタートルネックの生地が埋め込まれた iPhone12 Pro でございます。やばー。リンゴの中にあった黒いものがあるじゃん、うん、はい、これがタートルネックの生地です。ここのリンゴの真ん中にあるやつ、これがスティーブ・ジョブズさんが着ていたタートルネックの生地です。下に書いてあるサイン、これがスティーブ・ジョブズさんのサインです。言うならば iPhone12 Pro スティーブ・ジョブズモデル。うわ、かっけえわ。奇抜で高価な特別仕様 iPhone の販売で知られるロシアのアクセサリーメーカーキャビアが、スティーブ・ジョブズ氏が実際に着用していたタートルネックの生地をロゴ部分に埋め込んだジョブズ4、うん、価格は67万円から100万円以上。うわー、するね。このタートルネックの生地、どこから仕入れたかが不明です。は？意味わかんないじゃん。それが面白すぎて。なんだそれと。何それ。は？ iPhone4 の発売10周年を記念して制作されたやつで、特別仕様の iPhone12 Pro と iPhone12 Pro Max、うん、ブラック、ホワイト、ゴールドから選ぶことができる、うん、タートルネックについて一切の言及がないんだけど、うん、まあその生地を埋め込まれてる。で、背面にもジョブズ氏のサインが入ってる、うん、まあ、最高位なんだけど、これ、まあ、ブラックでもホワイトでもなく、これゴールドを選んだんだけど、真ん中の iPhone のこの Apple のロゴが18金でできているらしい。そうなの。金の塊。実はこれと一緒にスティーブ・ジョブズモデルのニューバランスのスニーカーも出てたのよ。スティーブ・ジョブズさんと言ったら、もうあのタートルネック、黒タートルネックにこう、まあ、ジーパンデニムっぽい感じのやつに、ね、まあ、ニューバランスの靴入ってたと、うん、身なりのものが全てデザインされてこうやって形になってる。へえ、ぶっ飛んでんじゃん。ぶっ飛んでるね。フレームも金、
で、リンゴマークのとこ18禁、サイン入りで12 Pro、 生地が埋め込まれる。スマホとしてはありえないね。この下なんかあるの？ないでしょ、うん、説明書。え、見てみるべきだよ。なんかあったの？なんかあるよ。箱の中になんか入ってると思ったら、その下にもなんかあったの。うわ、なんか書いてある。え、ま、ロシア語だけ本当にやってほしいんだけど読めねえ、絶対読めねえ。 iPhone 12 Pro Jobs 4 Gold シリアルナンバー入りだ。もうじゃあ本格的にこれはもうロットとして登録されてんだ。そうだね。これもこうやって見るとすごいんだけど、この下からまたなんか出てきたんだよ。1つずつ開けていこうぜ。これね、何入ってんだろう。あー、ほうほうほう、これ海外用のやつですね。日本じゃ使えないけど、あの海外に行った時にプラグに刺すやつです。まあロシアから来てますから。まあそうだね。せーの。あー、はい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 、これは皆さんねよく使うでしょう、ライトニングケーブル。これは普通ですね、うん、で、それこそタイプ C のやつかな、これは。あー、新しいね、じゃあ、うん、新しいやつだ、うん、うん、めっちゃ使えるよ。そういう海外のプラグと刺しに行くでしょ。そう、いやだな、持ち合わせ、刺しに行くも意味わかんないけどそうか、どういうフェチなんだ確かにこのサイズは、せーの、はい、おお、イヤホンですね、これ。これ使わずにほっとこうよ。言い方よ、使わずにほっとこうよって。使える付属品なんだけど、うん、やっぱこういう高級品は使わずに置いとくみたいな、うん、多分ここ高級じゃないぜ。ソフトバンクショップ行けば多分死ぬほど売ってるよこれは使えないよ、日常使いできないじゃん。無理だね、どう考えても。普通のケースも入んねえし、守れねえ。ジョブス仕様対応ケースって知らねえ。ないよね。じゃあタートルネック着せるしかないよね、もう。こうやってこうやってフレームも金よ、ほら。ジムも金だし、ジョブスさんのタートルネックをちゃんと使用しましたよっていう証明書があった場合は、うわすげえっていうリアクションも 100% で出せるけど、うん、どこで仕入れたか分かりませんって言われると 80% ぐらいでずっと喜んでるのが面白くしょうがないんだよね。なんか4段階ぐらい落とせる。スタイリッシュでゴージャスで素晴らしいんだけど、どこか面白い。喋らないとでも分かんないよね。そう、でもさ、それが良くない？見た目がギラギラしてて喋らずとも分かる高級感より、パッて聞かれた時にいっぱい喋れる。うん、ここだけ見たらみんな、え、その iPhone 何ってなるでしょ。なんか汚れてるよ、アップルマークみたいな、刻みのりみたいなの入ってるよ。刻みのりって言うな。俺もちょ、そう、正直言うとのりに見えた。でしょお前はのりついてる iPhone。 そう、あ、これのりじゃないんだよ。うん、これね、スティーブ・ジョブズのタートルネックの、マジで？の生地が使われてるやつなんだけど、まあでもどこで仕入れたか分かんないらしい。何それ。でも100万する。高いね。これ周りこれ金の。本当だ、よく見たらそうだ。そうで、ここもこれ18金。そのリンゴそんぐらいすんの？の手前に刻みのりがあるって刻みのりって意味だね最後なんだよ。でもそうやって話せるね。今すごい流れ良かったよ、ね、でしょ、うん、確かにおもろい。おもろいでしょ。おもろい、おもろい。しかもロシアから来たって。ロシアから来てる。むしろ本物のジョブズのやつが使われてますって証明書をいただかない方がおもろい説まで出てるこの状態が一番ベストの可能性出てる。今回はですね、はい、このスティーブ・ジョブズさんのタートルネックの生地が埋め込まれたゴールド iPhone 12 Pro を購入しましたという動画でした。素晴らしい。やばいでしょ。やばいね。時計より喋れんじゃね。時計より喋れる可能性すごい出てる3000万の時計が。あの時計を買ったことが面白いじゃん、うん、値段も含めて理由も含めて、うん、これに関してはもうこれがおもろいじゃん。おもろいね。しかもまあそれを買おうとするお前もおもろいけどな。嬉しいよね、そう言ってもらえると気持ち悪い動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。